マイケル・ジョン・クロッタは、アメリカ合衆国フロリダ州、フォートローダーデール出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。現役引退後は、ウェズレイ・チャペルハイスクールでコーチを務めている。2003年のメジャーリーグドラフトで、フィラデルフィア・フィリーズから47巡目で指名を受けるが、契約せずフロリダ・アトランティック大学に進学。2006年の MLB ドラフトで、 ピッツバーグパイレーツから17巡目で指名を受けたことを機に入団した。2011年には4月3日に MLB 公式戦デビューを果たすと15試合に登板した。2013年にはワシントンナショナルズ参加トリプル A 級シラキュースチーフスに所属。チームトップの51試合に登板するとともに6勝7敗4セーブ。 防御率3.57の成績を上げた。MLB 公式戦での登板機会はなかった。2013年11月12日に北海道日本ハムファイターズへの入団契約が強引に達したことを同球団が発表した。2年目の契約に対する選択権を球団側が有するという条件での1年契約で背番号は20。2014年には 春季キャンプ直前の1月下旬に球団の地元、北海道で自主トレーニングを実施。レギュラーシーズンでは、オリックスバファローズとの開幕戦に3番手投手として、来日初登板を果たすと、30日の同カードで来日初勝利を挙げた。当初は、セットアッパーに起用されていたが、武田久志の戦線離脱や松井博俊の不審などを背景に、 6月下旬からはクローザーに定着。オールスターゲームにもパシフィックリーグの監督推薦選手として出場した。その一方で5月上旬には夫人の第二子出産に伴うアメリカへの帰国。8月上旬には左脇付近の座礁で戦線を離脱。それでも一軍公式戦では通算61試合の登板で4勝5敗6、セーブ30ホールド。 防御率2.62という成績を残した。この結果、シーズン終了後の契約交渉では、球団が前日の選択権を行使。11月8日には、1年契約での残留に合意した。2015年にも、公式戦の開幕を1軍で迎えた。しかし、開幕直後から調子が上がらず、1軍と2軍の往復を繰り返した。1軍公式戦では、 通算30試合の登板で2勝2敗7ホールド防御率6.59を記録8月24日の出場選手登録抹消を最後に一軍から遠ざかるとレギュラーシーズン終盤の9月23日には球団から対談が発表され11月2日に NPB から自由契約選手として公示。二千十五年十二月三十日にデトロイトタイガースが クロッタとマイナー契約の締結で合意したことを発表した。201センチメートルの長身からスリークォーターで投げ下ろす、最速時速159キロメートルのツーシーム、フォーシーム、スライダー、チェンジアップなどを投げる。ありがとうございます。